クルブ・デポルティーボ・ポプラール・ジュニオールは、コロンビア第4の都市であるバランキージャを本拠地とする、サッカークラブである。一般的には、2017年まで用いられていた、名称であるアトレティコ・ジュニオール、都市名を加えたジュニオール・バランキージャ、または単に、ジュニオールと呼ばれる。1924年8月7日に創設。コロンビアで3番目に古いサッカークラブとされている。 1926年、地域リーグのリーガでフットボルデルアトランティコサンブリーグに参加。3年後の1929年には1部リーグに昇格し、1932年に初優勝を遂げた。1948年、この年から始まった国内プロサッカーリーグに参加。初年度はインデペンディエンテサンタフェに次ぐ2位であった。1970年は、 1948年以来のリーグ2位となり、初めてコッパリベルタドーレス出場権を獲得。1977年にはアルゼンチン人のフアン・ラモンベロンの活躍もあり、リーグ初優勝を遂げた。1990年代にはコロンビア代表カルロス・バルデラマを中心とした黄金時代を迎え、3年間で2回のリーグ優勝を経験した。 コパリベルタドーレスには1971年に初出場を果たした。同大会には2019年まで25回出場しており、最高位は1994年のベスト4である。ジュニオールのライバルはバランキージャと同じくカリブ海に面したサンタマルタを本拠地とするウニオン・マグダレナである。両者の対戦はクラシコ・コステーニョと呼ばれている。中 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。